かしマインツでの潜伏か。独立国の時を思い出すな。まあ住民たちには毎度面倒かけちまって申し訳ねえが、その意味でも泣き言は言ってられねえ。今は少しでも踏ん張らねえとな。そうだな。ランディさん、お疲れ様です。ロイドさんもご無事で何よりでした。
奴らは新総統どもは越えちゃならねえ一線を何度も越えた。大切なものを、大切な場所を奪われ、壊され、踏みにじられて、ここまでのことをされて許してやれるほど俺は人間ができちゃいねえんだ。俺たちの怒りを、悔しさを思い知らせてやらなきゃ気が済まねえ。新総統と黒の英士どもに必ずな。なあランディ、許せないのは本当に彼らなのか。思い出したんだ、ランディが同じ顔をしてるって。2年前マインツを襲った赤い星座に一人で戦いを挑んだ。あの時とまるで自分自身をも焼き尽くしてしまいそうな、激しくて冷たい炎のような怒り。ランディが本当に許せないのは自分自身じゃないのか。そこまで見抜くかよ。今まで何度も目の前で大切なものが傷ついてきた。てめえのせいでダチが死んだ時も、この地で星座がテロをしでかした時も、あいつが教団に操られた時も、今回撃たれちまった時も、クロスベルの独立が台無しにされて、お前がやられちまったあの時も。いつだって俺は手の届く場所にいたはずだ。なのにどうしていつも間に合わねえ。お前らと過ごして支援買って足場を手に入れて少しは変われたと思っていたのによ。そんな不甲斐ねえバカ野郎、許せるわけがねえだろうが。ランディ、だが今ならまだ取り返しはつくはずだ。司令を助けて包囲を突破すればミレイユもまだ間に合う。警備隊が体制を整えられればクロスベルを取り戻せる可能性だってゼロじゃねえ。だったら何だってやってやるさ。たとえこの身がどうなろうと、もう一度この手を血で汚そうともな。らしくないぞランディ。ランディの思いは痛いほどわかる。俺が心配をかけてしまったことも。だけど思い出せ、教団事件や独立国、あの黄昏も含めて今まで追い込まれた理不尽な状況。そんな立ちはだかった数々の壁に俺たちは手段を選ばずに挑んできたか。大切に思ってくれる人々から目を背け、自分をないがしろにしてまで何かを成してきたのか。それは怒っているのは俺だって同じだ。新総統たちに守れなかった自分に今だって腹が立って仕方がない。それでもこの2年、あくまで地道にただひたむきにできることを積み重ね、それが、それこそが俺たちじゃないのか。そうですよランディ先輩、支援家がずっとそんな姿をみんなに見せ続けてくれたから。だからこそ誰もが笑顔であの調印式の日を迎えられたんです。私もそんな皆さんに勇気をもらっていた一人です。この2年間、その前からずっと僕たちが観察業務や各種交渉に全力で当たれた理由もそこでしょうね。
ただ恩返ししたかったからじゃない。あなたたちの正義のあり方が尊敬できたから。きっとリーンも同じ気持ちでしょう。授業や演習を通してランディさんが背中で語ってきた支援家らしさ、それは分校のみんなにも確実にいい影響を与えてくれました。そのお返しの意味でもどうか私たちも頼ってください。リーン君やユーナちゃんの分まで全力で力になりますから。ノエル、マッキー、トワちゃんも見せつけてやろう。ランディ、新総統たちに俺たちなりの流儀を。俺たちがクロスベルにいるたくさんの人々が今も諦め悪くあがき続けているってこと。絶対にクロスベルを取り戻す、そんな俺たちなりの宣戦布告を。宣戦布告か、そいつはいい。すまねえな、ロイド。ノエルたちも俺としたことがまた見失っちまってたみたいだ。たく、いつまでも心配かけて兄貴分として情けねえっつうか。先輩、気にするな、ランディ。道に迷ったら強引にでも引き戻すのは相棒としての務めだろうしな。改めて力を貸してくれ、相棒。ノエル、トワちゃんに、マッキーも。まずは司令たちを何としても助ける。あくまでも俺たちなりのやり方で。じゃなきゃまたミレイユにどやされちまいそうだからな。その通りだ。ランディさん、これで本当の意味で全ての準備が整いましたね。ええ、絶対に成功させましょう。みんなで力を合わせて。ああよ。幕引きにはまだまだ早い。そして最後まで楽しみましょう。黒の英士たちと警備隊が織りなし血と荘園が彩る狂乱のステージを。ここは私たちに任せてください。事態は一刻を争うはずです。皆さんは総員へ向かってください。帝国前だが作戦開始だ。お前ら準備はできてるな。警察隊警備隊で連携してまずはトンネル道を突破します。クロスベルの命運がかかった作戦です。各自全力を尽くして絶対成功させましょう。ヤツら、やはり仕掛けてきたか。
どうして私まで前線に。私たちは後方支援ですよ。頑張りましょう副局長。腹くくるぞレイモンド。了解です。警察ごとき加わったところで突破できるとでも。待て、バニングスたちは。赤い死神もいないぞ。こっちだ。先行します。フラン、どうか気をつけて。お姉ちゃんも頼んだぞ。ロイドたち、ここは任せて急ぎなさい。行かせるか。可能な限り引きつけて格好撃破を狙うぞ。今こそ警備隊の力を見せてやれ。こしゃくな。格の違いを思い知らせてやる。遅くなってごめんね。もっと早く合流したかったんだけど、いろいろ準備に時間がかかってね。それに僕たちだけじゃない。待たせたな。総員攻撃開始。彼らの道を切り開くぞ。おー、弾薬の心配はいらないよ。撃ちまくりな、ポリコーども。今だよ、ノイド君。このまま一気無力化する。関節駆動部を狙おう。歯応えありそうじゃねえか。受けた。切り裂く。
行くぞ。俺の番だな。これで終わりだ。僕が相手だ。させてお前たちは総員に向かえ。ソーニャのことは頼んだぞ。私とヨシアはこのまま同行するわね。スコットさんたちは北口の応援を頼みます。了解だ、任せてくれ。しゃあ、暴れるよ。医療物資も持ってきてるわ。怪我人も出てるわよね。了解。Ha!
引き受けた。よし、このまま次に行こう。よし、まだまだ行けるわ。掴んだ。やっ強敵だな。歯応えありそうじゃねえか。そうな宝箱だ。ダドリーさん、他の皆さんも無事でいてく。さあ始めよう。
とっとと終わらせるぞ。これで終わりだ。くらえ！行くよ。せん！俺の番だな。先を急ぐわ。